趣味や作法でワンランク上の大人の世界を、その道を極めた人に聞く大人のたしなみ。空間を華やかに彩り、心を豊かにしてくれる生け花。華道には伝統的な形式にとらわれず、自由に生ける自由華という様式があります。今夜は自由華の生け方と鑑賞するポイントを学びます。教えてくれるのは華道家の假屋崎省吾さん。日本だけではなくヨーロッパなど海外にまで活躍の場を広げ、繊細かつ大胆な作風と独特の色彩感覚で多くの人を魅了しています。室町時代、僧侶の池坊専恵は仏前に供えるものだった花を華道として成立させました。華道には主に3つの様式があります。多種多様な花や草木で大自然の風景を表現する立花。植物が地に根を張り生きる姿を表現する生花。決まった型を持たず作者の個性を生かして花を生ける自由花。自由花は明治以降、西洋風の建築様式が普及する中で床の間以外にも花を置くようになり生まれた様式です。現在さまざまな場所で空間を彩っている自由花はどのように生けるのか。假屋崎さんの個展の会場を訪ねます。入れてくれる？はい。東京目黒雅叙園。ここで個展を開く假屋崎さんがエントランス用の作品を制作していました。使うのは長野県産の白樺の木、その数40本。假屋崎さんは材料だけは事前に決めておきます。しかし作品のテーマや構成などは一切決めません。作品が展示される空間を見て準備した材料から即興で完成品のイメージを作り上げるからです。持ってて、ね、はい、ハサミ貸してる。はい、それ持ってきて。ここに入れて。はい、ここ。色んな色がありますか？白、ピンク、黄色です。白最後にして、ピンク入れちゃって。ピンクは足元に入れて。さっきやってる人。假屋崎さんはスタッフに細かく指示を出します。全部ね、曲がりだとか太さだとか違うんですよ。そういったのもやっぱりね、もう1ミリ2ミリの繊細さ、これがやっぱりとても大事なんですよ。これまで数多くの作品を発表し続けてきた假屋崎さん、全ての作品に共通するこだわりがあります。鑑賞者も自由を楽しむ。
わずか2時間で作った作品にタイトルはありません。狩屋崎さんはあえてタイトルをつけないことで鑑賞者に先入観を与えないようにしています。やっぱりね、感じ方は自由なので、どんなふうにご覧になっていただいてもいいんですけども、まず遠くから全体像を把握して、そして近づいて細部を、ね、楽しんでいただいて、でまた最後にもう一回、ね、あの遠くからご覧になっていただくとすごくね、分かりやすいと思うんですよ。で、自分自身が色が好きとか、この花が好きとか、こういうね、あの構成が好きとか、ね、そういったものはそれぞれの方のね、お好みがおありになるので、自由にね、見ていただければいいなと思いますね。作る側も自由なら、見る側も自由。これが狩屋崎さんのスタイルです。個展のメイン会場となるのは、7つの部屋を階段廊下でつないだ、通称百段階段。きらびやかな装飾が施された部屋は、狩屋崎さんの作品によって華やかさを増します。こういう美しいね、絵画からね、そういった、ね、彫刻などを生かすということでね、喧嘩をするんじゃないですよ。生かして、ね、お互いに美しさを競い合うという、ね、融合の美ということですね。これを目指してね、一部屋一部屋、ね、趣向を凝らして、ね、作らせていただいたんですね。型にとらわれず自由に楽しめる自由化の世界。あなたも自分なりの楽しみ方を見つけてみてはいかがですか。